気合い入れていくぞ。見てくれない。財布持った、いろんなもの持った。聖地巡り。おはようございます。はい。めっちゃバタバタしましたけど、準備できて出発。出発。いつもギリギリひまわり系。今日は北海道ゴールデンカムイの聖地巡礼です。はい、イエーイ。アニメ見た人、アニメちゃんと全部見てる人、一人だ。じゃあレッツラゴー。福島駅です。よし、はい、もうちょっとで新幹線行きますね。はい、来た、来た。はい、ではまず到着です。はい、これから北海道新幹線に乗ります。次降りるときは北海道、ここからゆっくり乗れるからお弁当食べたりして、なるほど、ね、やりましょう。寝ましょう、みんな寝不足だから。函館、北海道へレッツゴー。ワクワク、一番ワクワクしてる。そうだね、今回はあのゴルカム聖地巡礼、聖地巡礼が目的なので、はい。あ、あ、新函館北斗、土方歳三だ。あ、土方歳三だ、本当だ。レンタカー借りに行きますよ皆さん。あれですか、何これ、なんだこれ、なんだこれ、すごいな、なにこれ。ホッキーって書いてあった。ズーシーホッキー、ホッキー貝の寿司。あー、後ろ見たら尻尾の方が赤いから。あ、本当だ、お尻尾が赤い。はい、チーズ。よし、レッツゴー。いや、北海道でドライブ、これ、いいね。なんか、見晴らしもいいしさ。あー、まあ、道が、うん、なんだあれ。まず、初日、函館行きます。で、函館でもいろいろ観光地回りつつ、函館山とかも一応登る予定なんで、夜景見ましょう、夜景。確かに。あと、五稜郭とか。それからあのねーねが言ってたラッキーピエロンも食べに行きます。なんか函館で有名なハンバーガー屋さん、あとちょっとね、あの函館朝市の市場とかに行ったりして、イカ釣りします。はい、お昼ご飯食べつつイカ釣りをやりたいなと。釣ったイカその場で食べれるの？大体もちろん調理してくれますよ。よし、じゃあ俺チャリにするよ。うんうん、翌日は小樽を経由して札幌に行きます。そしてその次が旭川。お、旭川。はい、その後網走です。網走、でそこが最終目的地で、ちょっとサロマ湖の近くのホテルに泊まったりするから、まあ締めて7泊8日の旅。すげえ。
気合い入れていくぞ。おー寝坊するなよ。おー、あんまり反応良くない。でもそんなねハードスケジュールにしてないつもりなんですけど、まあ、頑張っていきましょう。え、恒例のやつ行く？え、やるでしょ。やんの？せーの、北海道はいくら？なんてなんて、いくら？イカ。道が広い。変なマスコットがいる。直線だと思う。イカ釣り。おー、パパと一緒や。一緒でいいじゃん。一緒でいいじゃん。じゃあこれ最終日もやりますんで、はい、最終日どう変わったのか。ひまわりチャンネルアニメイトコラボカフェ、かわいい食べ物や飲み物、グッズも買えるよ。みんな来てね。お、釣り堀。おー、ここね。釣り堀か。市場ミー。いよいよ釣りです。私もちょっとこっち側から撮りたいな。おお、早くない？めっちゃかかった。ねえねえ、めっちゃかかった。あれ、ほとんどないじゃん。パパ頑張れ。おおおおお、一番下手くそ。下手くそ。よし、耳だ。おお。はい。卵ここよ。お、立ってる。すごい。うん、綺麗。最初の一皿。めっちゃ楽しい。醤油かけるとまたゲソが動くらしい。醤油かけていいよ。お、動いた。動いた。素直でね。醤油かけるよ。醤油入れるとこあるんじゃない。ごめんね。いやー、染みるよね。この、して染みるよね。いただきます。はい。足足りない。うま。美味しい。めっちゃ美味しい。甘。うん。これうまい。美味しいね。いただきます。あ、はい、いかにてどっちや。うん。うま。紅茶食べてみたいな。うん。じゃあパパ、はい。イカ刺し食べるのはでも大胆にいっぱいいかないのさ。そうね。お、いきます。はい。うん。今までこんなイカ刺し食べることない。めっちゃ甘くてね、新鮮で美味しいね。うん。うま。うん。美味しい。はい、函館朝市、とんぶり横丁市場。はい。はい。さすが北海道。これは海にこだわってる。いくらのみあるよ、いくらのみ。じゃあ、ここにしましょう。ここにしよっか。メニューはすごい。ちなみにこっちのメニューはおすすめだそうですね。そうだ、イカつってちょっとイカ食べちゃったからな。イカも今お腹いっぱいだ。あとひまわり丼あった。ひまわり丼、ひまわり系頼んでなかったけど。頼んでなかったですか。はい、次ね、次の予定はゴールデンカムイ店に行きます。はい、楽しみ。一番も見てないくせに。まーちゃんだけグッズ付き入場券。よっしゃー、よっしゃー。3100円。高い。来た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 。はい、やばいじゃない。やばいじゃない。おー、すごい。ぐらぐらしてくださいって。動いてる、動いてる。すごい。
丼なのこれは。ホタテ、イクラ丼。親子丼。親子丼。さっきさ、海、ビナ、黒ビナ足。メロン。メロン。メロン。美味しそう。美味しそう。一口。すごい。じゃあ。音にわさびあげたら、うん、わさびだね。じゃあみんなで食べましょう。わさびボール、わさびボール。マチャアイス、マチャアイス、マチャアイスだな。マチャアイス、マチャアイス、食べたらいい。もう、まあ、俺もさすがにそこまでバカじゃねえよ。いただきます。どこから行けばいいの。こんなさっきマチャアイス食べたほうがいいんじゃない。デザートからね。ね、抹茶アイス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 しか見えないの。誰も見てくれない、誰も見てくれない。お茶食べた？めっちゃ美味しい。美味しい？うまい。あ、絶対美味しい。言われた妹に。うまっ。妹 B だよ。うますぎてやめろよそれ。ね、はい、はい、嬉しいかな。お、美味しい。美味しそうだね。さっきと同じこと言ってた。さっきと。ここに残ったよ。ダメよ。大事に大事に最後に取ってたのに。誰なんだ。じゃあですね。丸い今井函館店さんっていうところでね、ゴールデンカムイ店やってるんで、目の前のあそこ。持ってきた。いっぱい持ってきてるじゃん。聖地巡礼だもん。そうね、そうね、うん、まーちゃん初の聖地巡礼なんでね。じゃあ今から見てきます。赤レンガ車で走ってたら急に赤レンガの通りに、ここ多分ベイエリア店だったらここにご飯食べに行く。ラッキーピエロ。この先にうちの予約したホテルがありますから、もし元気あったら赤レンガ倉庫のとこに買い物に行ってもね、楽しそうだよね。あればね、元気あるでしょみんな。これだ。駐車場どこ？今日こちらの函館クラシックホテルズに泊まります。クラシックだね。じゃあ入ってください。あ、すごい趣が。オシャンティ、オシャンティやね。トイレ行きたいって。これなんか靴だな、靴箱。イロハにホヘトになってる。え、あ、素敵な和室だね。めっちゃ素敵。先ほどね、ゴールデンカムイ店行ってきて、函館の限定グッズやらなんやら買ってきましたね。尾形。はい、おばあちゃん好きな尾形。尾形。はい、尾形、いい、尾形紹介いらないです。尾形好き。いっぱいすぎた。テーブルいっぱいじゃん。まあちゃんはちょっと貯金から少し切り崩します。はい。一個しか入ってないのかと思って。やばいなと思った。おお。これまあちゃんと一緒に写真撮れる感じじゃない？こうやって。よくない？でーんって。手を取ってもらっていいですか？こうやって全部に。ピントがまあちゃんに合うと。つみさんに合わない。合わない。どうしたらいいのこれ。どうしたらピント合うの。なんだあいつ。探検しよう、探検。おお、隣はダイニング。すごいね、めっちゃ趣あって素敵じゃん。すご
お風呂です。お風呂、はい。わあ、すごい。かっこいい。おお、かっこいいね、お風呂。これもしかしていいよ。おお、素敵。別の部屋も行ってみよう。うん、こっちは？はい、ダンサー。あ、ここ開かない？じゃあここは開かないお部屋かな。ここはお手洗い。渋いね。こっちが玄関だね。向かい。トイレ。お前は暑い。お。トイレ、ここ。2階にもトイレある？あ、ちょっと待って、なんかすごい。え、ちょっと昔の洋館みたいな雰囲気があるね。1番。ここすごい。2番。はい。これ4番、4部屋あるね。はい、おー、これ4番の部屋。それぞれなんかお部屋あっていいじゃんね。なんか1階は和っぽくて2階は洋っぽい感じね。赤レンガ倉庫のとこに来ましたよ。今回ね、言ってなかったんだけど、北海道旅行で視聴者プレゼントをゲットして、視聴者さんにねプレゼントしようと思ってるんで、この赤レンガ倉庫のところで1個ずつ見つけたいなと思います。お、なんか案内。まーちゃんはホテルで見てます。まーちゃんは多分来ないと思った。じゃあここら辺でね探してみましょうか。金森洋物館、めっちゃ綺麗。じゃあ赤レンガ倉庫でお土産ゲットしました。はい、はい、いいよ。はい、はい、こちらです。これね、函館限定のガマ口の小銭入れ。かわいい。赤レンガ倉庫、これは視聴者の皆さんにプレゼントするときは中に大人の自腹で500円入れてお渡しします。おお、函館の坂ですね。はい、これからどこ行くんですか。函館のロープウェイ乗って函館山に登りますけど、とりあえずロープウェイの駅まで、はい、なんかどっかの坂の上んとこにさ、めっちゃいい感じの洋館あったんだよね。あれ？ちゃうわ。しばらく。おお、美味しそう。あ、そうそう、あれ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 、あの黄色いやつ。旧イギリス領事館だよ。すごいな。ちょうどここの坂の上の正面のところに、ほら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 。すごい。すごいね。なんでイギリスの領事館が北海道？やっぱここって港町だから、ね、いろんなとこからね船が来るんだよね。ほらほら、到着。今並んでます。え、こんなに結構あれだね。もうすぐ日の入りだから、やっぱ日の入りが見どころなんで。そうなの。いい、じゃあいいの、いい景色見れる。あの、やっぱちゃんと計算してます、私。すごい、素晴らしいやん。めっちゃ回してんじゃない、回転。そうだね、多分ね。一応10分おきって書いてあったけど、約3分間の旅です。おお、いいね。わ、すごいすごい。あ、見える見える、海が。おー、函館の海や。これ落ちた時はジャンプですね。あ、ジャンプ。地面にこうガゴンとやる前にジャンプですね。そんな原因でもないこと言わない。山頂到着。山頂到着した。ありがとうございます。
いやー、函館山やばかったね。すごかった。ね、さすが人気スポットで。日の入りの時間から30分以上経ってから暗くなってきたから、うん、なんか夜景だけ見ればいいっていう人は日の入り狙わなくてもいいかもしれないね。早めに行かないと前は取れない、ね、そう、いい場所は全然取れないよ。あ、確かにね。じゃあ晩ご飯食べに行きます。わー、まーちゃんさっきね、ここら辺で買い物してたんだよ。めっちゃ綺麗だね。赤レンガですよ、よかったね。これってすごい良かったね。ほらだから、この時はもう衝動的に疲れたが勝っちゃったの。見てくれよ。あ、ここです、ここです。旅人用翼を休ませて行きませんか。え、なにこのラッキーグラナって何。なんか帰り寄ろうよ、なんかさ。おー、食べました。何食べよう。いやいや、みんな美味しそうだな。人気のボーン2つあるやん。じゃあ、みんな乾杯する。インカム簡潔に。なんじゃそれ。なんじゃ、北海道旅行だろう。乾杯。すごい、何だこれ。一口飲まして。あのクラフトコーラみたいな。あ、美味しい。めっちゃ美味しい。ここにポテチ食べてみるか。ポテチ、チーズ、マジでチーズかかってていいな。ポテトチーズ、美味しそう。めっちゃめっちゃ美味しい。やばいね。おお、こんな方いいレベル。これ、あ、これ、うまっ。これ、うん、うん、うん、バカの、うん、バカの量がはみ出てるよ、これ。すごい。ちょっとね、暑い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 。ねえねえ、どもパパと一緒。はい、小学生の時に食べたけど。え、美味しい。美味しい。もう暑い暑い。シュガ肉汁たっぷりや。いや、オムライス本当大きいね、これね。どこから行く。バングローからカッティングぞ。真ん中。見た目、見た目重視ね。真ん中で割るみたいな。どうせ見えない。怖い。どうですか。素晴らしい。理想のオムライスですね。おいしい。うん。顎外れる。うわ、ちょっとちょっと。うわ、おかんが珍しいな、そういうの。食べなくて食べる。この後、これ。痛い、俺もビール。皆さん、こっちに来られる場合はぜひ、ね、ラッキーピエロ、ラッキーピエロ、おすすめです。ぜひ来てください。あ、じゃあ明日の予定を一応ここで。まずですね、明日は五稜郭タワーね、五稜郭公園、はい、行きます。それが終わったら馬の家っていうところで、あの団子、五稜郭タワーも金カム聖地、馬の家も金カムの出てくる団子が食べられるっていうことで、そこで団子食べます。それ食べたら今度も小樽に向かって行きます。で、小樽でガラス館でちょっとお買い物したくて。あ、いや、実はね、あのね、昔パパとママ結婚する前にガラスのリンゴ買って、その当時それがさ、縁結び的なね、ずっとしこう一緒に幸せみたいな、そういう意味合いがあって、なんだかんだ23年も一緒にいましたから、それを視聴者プレゼントしたいわけ、うん、それが終わったらあともう札幌に行ってチェックインして明日の予定は終了です。というわけで明日も一日頑張ろう。明日、あの、できれば9時前にチェックアウトしたい。もっと早めに行っとかないと大丈夫です。いや、明日8時半だからよろしく。はい、8時半だ。おうちゃんはバニラシルクです。おいしい。おいしい。いっぱい食べてね、おうちゃんね。はい、お
かったね、めっちゃパパが一番幸せそうな顔する。今日は食べれてね。早くこっち取れよ。テルピーも食べれないんだで。テルピーよかったね、はい食べて、はい、ね、おいしょ。すいません、すいません、もっとくほんとにありがとうございます。うん、おいしいわ、おいしい、よかったです。あら、あ、これラッキー柄だね。これ美味しかったやつだ。え、隣の自販機は何だったの？アイベス函館ラッキーピアノ大好きミルク入りコーヒー。パパ買って、パパ買って、ゲスゲット。ゲット。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。